さて、今回はイードと戦闘になるかな？始めるよー。よろしゅうよろしゅー。あ、ちょこっと部屋の種類を変えたりしてましたー。さすがにここまで来ると、部屋の形もゴージャスだね。初期時代の質素なこと質素なこと。移動できない代わりに、経験値2倍とかいう部屋もあるしね。部屋の種類がありすぎて迷うよね。よし、行こう。こうなれば致し方ない。入り口を縮小してでもこの者らを。ファシジーのチスミラ・オーツ、ファン製のヤフェ・ファイレン。ん？いかん。これは体が。みなぎる力はどこへ。そんな力が抜けていく。みんなに何をしたの。そなたの空間を魔術的に封じた。召喚されし者たちは能力を底上げしているんだ。力を完全に封じずとも無力化は可能だ。くそ、また昼以上かよ。呼び出した奴らとのつながりが薄まってやがる。でも、私は元気だよ。そういや、そうだな。あの空間を封じてる昼衣装さえなんとかすりゃ。愚か者め、無力となった人間の体で強魔を退けられるものか。そんなもの、やってみねえとわかんねえだろ。その通り。よっしゃ、いいぜ相棒、よくやった。しまった。ただの人間がこれほど強い。貴様の力の源はギグから注がれた力ではなかったのか。それが違うんだな。こいつは底上げじゃねえんだよ。さてと、一丁ひねるか、相棒よ。というわけで、続、うねうねマップー。お、今回はイードと戦えそうだね。イードと戦うときは、当倍にしてあるから、ゆっくりしていってね。さて、それまで前回の続きでもしてようかね。そうそれ、待ってた。レナとズズの戦闘について、説明役しろよ。それがだね、ウク主もここが一番チンプンカンプンなんだよね。というのも、ギグに殺されたのが誰かわからないんだ。え、どういうこと？ギグと戦闘して、負けたのはレナ様だよね。うん、そうなんだけどね。ちょっとネタバレ挟むから、詳しくはまだ話せないけど、メディアンの忘れ形見であるレナの体に、ベルビウスが憑依していたわけじゃん。だから、どっちが死んだのかっていう疑問があるんだよね。え、言ってる意味がわからん。もうちょっと詳しく。レナは、確かにギグに殺された。でも、レナという存在は生きている。つまり、ギグに殺された時点で死んだのは、本物のレナということになる。アレッチニア様が、レナ様のことをベルビウスって言ってるし、まあそう考えるのが妥当だと思うよ。まあそうなんだけど、そしたら、あのレナが、前世の記憶をバッチリ持って生きているってのがどうにも腑に落ちないんだよな。あのレナ？え？誰のこと？まだ誰か存在を隠してる人がいるの？それに関しては、次の次のパートくらいで判明すると思うから、もうちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと視点変えた質問してもいい？どうぞどうぞ。ギグは、あっちの世界から、こっちの世界に送り込まれた、死神みたいな存在なんだよね。まあ、そんな感じだね。世界を食らうものを再開させてられて、そいつらを使って、こっちの世界をめちゃくちゃにしようとしてたんだよね。そうだね。え、
ってことは、キズって何かの神様だったりするの？あ、実はあっちの世界での死を滑る神とか？だってそうでもないと、世界を食らう者を従えてくれないよね。だって世界を食らう者より地位が高いのが、三人の神様なんだよね。それに関しては、これもネタバレになっちゃうから、今の時点では言えないな。ただ、世界を食らう者を操っていたのは、確かにギグで、レナを殺したのもギグ、レナに封印されたのもギグだよ。うわぁ、びっくりだ。同じような単語ばっかり話してきて、意味がわからない。あ、じゃあさ、主人公について考えようよ。主人公って結局何者なの？それ聞いたら物語が終わるで。っていうか、主人公が何者なのかを探すゲームでもあるんだし。ただ、そうだね。レナ様とか、イードとか、ラスキュランが、ヒントっぽいことを話していた。ってのだけは教えておこうかな。え、そんなヒントになること言ってたっけ？あとはあれだね。ギグと、クレは単の見ていた夢も、実は結構なヒントが隠されてたりするよ。結構なヒントって言うと、クレハタンサイドの夢で見た、メディアンが、第一子を迎えたっていうのくらいしか。いやでもそれは、プレイヤーなら誰でも思いつきそうだから、結構なヒントにはならないか。っていうか、今回結構戦闘長いね。今回は増援とか出てきてるしね。でも、あとちょっとかな。まあ、クレハタンが何者なのか分かったとき、なぜレナ様がギグを融合させたのか、クレハタンがあんなに強いのか、いろいろ分かると思うから、それまでのお楽しみに。よし、じゃあエンドルフについて話そう。それなら問題ないよな。そうだね。サイコバーガンディを使ったから、エンドルフはほぼ出番なくなったと見てもらっていいと思うし、エンドルフについて話しようか。エンドルフが、死にそうになっていたのを、アレクシニア様に救ってもらったってエピソードだけど、あれ、何が原因なの？え、知らん？は？ごめん、いつかはこの話が来ると思っていたけど、本当ごめん、そればかりは本当にわからないんだ。え、どういうこと？ちょっとウィキペディアとか見に行ったんだけど、エンドルフが瀕死になった原因が不明みたいなんだよね。なんで盗賊をしているのかとか、昨日の風を追っていたのか、とか、そこら辺は保管されてないみたい。そしてウィキペディアにも載ってないみたい。あ、誰か知っている人いましたらこっそり教えてください。で、エンドルフって、やっぱり、あれだよね、ユーフォリアと恋仲なんだよね。そうだね、一応設定上は、相思相愛みたいだよ。何かな、ユーフォリアみたいな、守ってあげたくなるタイプがお好みだったみたいだね。でも、そのユーフォリアは、レビンが作った人形だった、と。人形言うても、もともとは人間だからね、人間の体を。で、イードとの戦闘になりそうなので黙りまーす。一瞬やん。一瞬だったね。これまでか。なぜだ、貴様、人間の身でありながら、なぜそれほどまでに強い。貴様、何者だ。そんなの私が聞きたいよ。こいつはこいつだ。なんだっていいだろうがよ。てめえこそなんだ。神しか知らねえ別の世界のことまで知りやがって。思いっきり規格外の人間じゃねえか。イードは一人の人間ではない。一族の代々のイード。まあいいさ。これだけは覚えておけ。貴様の選択によってこの世界の希望がついえるに違いない。その時貴様は大きなツケを支払うことに相なろう。といったところで今回はこの辺で終了。いいと、あっさりだったね。ちょっと物足りなかったね。ではまた次回。バイビー。